はい、皆さんこんにちは、ひろきです。今回はですね、 GT 戦コアでスクエアガーデンのですね、ギターサウンドを作ってみました。前 HX トンプで作った時はディストーションというかアンプはマハデバなんで、なんだろう、シバかなかなんかちょっと変わった、多分本人さんに寄せてアンプを使ったと思うんですけど、今回はマッチレスを使いました。で、最後のアウトのとこのこれ、キャビネットは、2x12 の、まあ、ジャズコをイメージして 2x12 にしました。まあコンボ系のサウンドにしたかったんでこれにしましたね。うん、似てるような気がするんですけど、まあどうでしょうね。ちょっとやっぱりね、シングルコイルの音はシングルギターで作らないとダメですね。シングルコイルのギターで、まあそう言い出してもしゃあないんで、ちょっと今回もハンバッカーのサウンドをシングルコイルに変えましたが、強制で変えてるので何とも言えないところですね。まあとりあえず左から説明していきます。まずここのページですね、4kg+6、8kg+9、16kg+3って感じで足しております。で、ディストーションがクリーンのブースター、ドライブ10、レベル100、アンプがマッチレス、ゲイン30、サク0、レゾナンス0、レベル70、ベース60、ミドル50、トレブル80、プレゼンス30、ゲインスイッチミドルです。で、ノイズサプレッサー50で、はい、ノイズサプレッサー50でかけています。パワーアンプ IR の1番と、2x12 で、キャビネットシミュレーター入れておりまして、最後にマスター FX ですね、ライブコンプで入れております。ダイナミクスプラス1ですね。これなかったらだいぶちゃいますよ。はい、マスタリングができるという感じになっておりますね。以上です。この感じで先ほどの音が出ますが、これマッチレス以外だとなんか微妙だったんですよね、コアで作るのは。歪みすぎるんですよ、どのアンプも。ある程度まで音量を稼ぐと。そこを考えるとマッチレスが一番いいかなってことで、このアンプにしました。何かの参考になれば嬉しいです。今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。